今日ね、あれなんですよ、押し増し使えるねん。だからもしよかったら押し増しして、押し増し押し増し、久しぶり久しぶり久しぶりやな。カレンタは写真集出したい出したい。でもね、雑誌に載りたい。ほんまに雑誌が好きって気持ちはね、そう、誰にも負けんと思ってるから、だから絶対出たいよね。うん、ちっちゃい時からね、ずっと夢やったし、ドコモとかさせてもらってたこととかちっちゃい時からあるから、そこは自信がある部分でもあるし、やっぱり叶えた夢やから叶えたいです。そう、なんかまださ、年比48に加入させてもらってから雑誌のお仕事、ファッション雑誌まあね、ビスさんに一回出演させてもらったけど、そう、呼んでもらえるくらいになりたいよね。ピロピロってピロピロ、明日楽しみって楽しみだね。これも明日はあれやな、メリークリスマスの装いしなあかん日やな。変えた顔なんかバサバサひどいな、巻いてもらったのに。これプロの方にやってもらった髪の毛すごいね。このさ、ひょいっていうのができへんねん、できやんねん。こんにちはこんにちは。そう、雑誌ね、ほんまに大好きやったんやけど、毎日さ、あの公演の練習とか、最近だったコンサートの練習とかがあってね、読めやんかったのよ。読みたかったけど、早寝なあかんし、そう、全く読まれへんかった。最近ね、やっと読めるなと思ったし、なんかさ、冬のふわふわな感じとな、ピンクとかな、大好きやねんから、なんかふわふわモフモフピンクと白と黒みたいな、あれ大好きで、それが表紙やったから、もうついに買ってしまったよね。ずっと読みたかったけどね、だいたいさ、前の日の夜は次の日の公演のポジション見たりさ、シングルはさ、全部の公演共通じゃないですか。やけどポジションが違うから、ポジション頭の中で整理したりとか、歌割り確認したりとかしてたらね、やっぱ時間がなくてね、読んでる。そう、そうだ、朝も練習するから朝も時間ないし、お昼とかさ、夜とか本番やし、メイクしたりしてるし、時間がなくてさ、だから出たいのになっていつも思う。もこもこだと冬って感じするね。そう、冬って感じするし、バレンタインとかさ、ハートとか多いからめっちゃ好き。ハートのグッズが増えるからめっちゃ好きやわ、バレンタインは。そこ目当てそう、でもあの自分にチョコレートとかさ、あるやん、あれもちょっとやってみたいね。また自分にご褒美チョコレートみたいな渡す人おらんやん。だからさ、自分に書いたいよね。みんなには彼から心の中でバレンタイン渡してるから安心してなみんなに渡してんで。はあ、ジェラピケあげたかってんけどな。え、欲しいな。いつかいつかまたまたください。欲しいな。今日さ、みんなオンライン写真会ポーズとかもう考えてくれました？こんなんがいいなみたいな考えてくれてますか？ポーズ決まった？みんな鏡のこっちしかないねこっちにしかないのよ。あの、うっすら塗りました。ピロ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 。あにょはせよあにょはせよ。私は明日参加。ほんま明日来てくれる？ひょなちゃん待ってる待ってるで、ピロさん楽しみにしてる。ひょなちゃん韓国のね、女の子なの。韓国から参加してくれるの、オンライン。待ってるやったらさ、ここのさ、アイラインとか取れるわ。ほら、もう取れた。やばい、早いよ君外れた。そう、じゃあいっぱい話そう、めっちゃ喋ろう。めっちゃ話そうぜ。
ちゃいいじ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 い。こんにちは、こんにちは。明日カレンダーが一番数多い、ほんま。じゃあめっちゃ喋ろう。めっちゃ喋ろう。こんにちは、こんにちは。キャワイ、ほんま。やったね、うれしい。頭はさ、何しよっかな。今日は見て、いっぱいなんかアクセサリーつけちゃった。キラキラ、かわいいやろこれ。キラキラと、口、あ、なんかちょっとファーが刺さってる。この前買ったリボンのやつと、これはほら、パールの。映った。リング。と言っても4枚だけど、あ、また来てくださいね、いっぱい。かわいい、かわいいろ。そんな感じ。おお、かわいい。おお、かわいい。そう、で、これピンク。ピンクです。下は、下は、これは。これ、かわいいやつやねん。見えへんな。かわいいねん。あー、あれや、昨日ツイートしたのと同じさ、感じよ。同じ感じよ。同じ感じ。てか同じ服着てる。上はちゃうの着てんで、下は一緒。これめっちゃ着回せるというか、便利なの。かわいいし。16日がいっぱいある。ほんま？着てくれる？着けてる方もかわいいやん。あら、あら、どうも。ありがとうございます。ほんま？みゆきちゃん。マーメイドのスカート見つかる方、そう、それ、それそれ。でね、ロングのさ、スカートな、この前またもう一個買ってん。そう、なんか、なんか、なんか。なんかやねん。そう、買ってん、めっちゃ。そう、早く着たいねんな。早く着たいなと思いながら、まだ着てないんですよね。着ようとは思ってます。今日写真会やもんな、ね、写真じゃないよって方もおしゃべりに来ちゃうので、おしましできるで、おしましできちゃうで。みんな頭どうしよう。なんか最近さ、カレンがよくするのはなんかこうやって、なんかこの辺をこう掴んで、リンゴヘアみたいな感じに掴んで、これをこうねじってで、ねじる、ねじって後ろにして、ここをこうつまみ出す感じ。そしてこうぽっこりするんですよね。をピンで留めるって感じ。こうやって、そしたらてっぺんがぽっこりします。ちょっと伝わりにくい。あ、こんな感じ、こんなとかにはよくします。なんか頭の形がさ、こういう感じなんよ、逆三角形だから、なんか、てっぺんにボリュームないと顔の形とバランスが悪いからね、こうしたりするんよ。ほら、ふっくらしてるくない？カラーはこの前美的を変えました。美的を変えました。読むの楽しみなの。あ、待ってな、カレンさ、あれやん、コメントにしとった。え、めっちゃさ、いっぱい。あ、ありがとう、ハート、カリンちゃん、カリトモから、なんか、I love you, I love you って、ありがとう。I love you。え、めっちゃ来てるやん、ごめん。遅かったかな、カレン読むの。嬉しい、ありがとうございます。ひだまるたんからは、何？リース。くまさんから音符。くまちゃんタワーが？なにこれ。あー、ありがとう。風船、風船くれたん、高木くん。風船カリタンスマイルがポポポポーン。明日会えるな、明日会えるな、明日、今日か、今日会えるな。いつもありがとう、高木くん。ピン、嬉しい。いつもありがとうございます。原さん、とっても嬉しいです。ありがとう、高木くん。もらいました、風船、風船タワーもらった。すごい生誕祭みたい。
え、こういう可愛いやついいよね、テンション上がる。ありがとう、嬉しいでーす。かりんちゃんからハート、ありがとう。かりんちゃんタワー当たってるでーと教えてくれた、ありがとう。ごめんね遅くて、ごめん。なんかコメントもなんかぶっ飛びってなっちゃったから、ぜひまたコメントしてください。お待ちしてます。明日ネブで聞く。おお、22日誕生日やから祝って、どうしようかな。ハッピーバースデーリサちゃん。明日20か20日やな、明日の。明日20歳じゃないわ20日やな。明日20歳やな。かりんちゃんからのくまちゃん、あ、むーちんちゃんハートありがとう。今日来てくれるんかな。彼もどんどん可愛くなるね。彼もってことは他に誰かがいるってことですか。かりんちゃんだけじゃないの。またゆっくりお話し会で話したいなって。話そうね、れいちゃん。れいちゃんこんにちは、こんにちは。ちなみに今何時何分、みんな教えて。あ、明日やるよ、ほんま。やった、どう、あれ順調。ボード、ボードのね色を一緒に考えたんですよ、カレンっていうボードの。あ、カジトモからキラキラコムちゃん、コムちゃんありがとう、ありがとう。 お花ありがとう。石、あ、3時57分あ、まだそんな時間、全然余裕やん。3時57分今4時か。どれくらいしたらインスタライブ行こうかな。インスタライブもしたいなって思ってな。どうしよう。お、かりんちゃんからハートキュンです。こんばんは、こんばんは、こんばんは。お元気でしたか。こんばんは。こんばんは。すーちゃん来た。すーちゃんではない。今日もカレンタンはピンクを着ています。すーちゃんです。絶対ちゃう。そうです、すーちゃんです。こんにちは。すーちゃんがいっぱいおる、やばい。事件や。すーちゃん。まだバレてない？バレてないです。嘘？そうだね。それ分かるけど。シンシンかな。チヒやね。チヒ？お、もうバレました。おー、こんばんは。こんばんは。チヒさんでした。チヒさんはステラおばさんのクッキーを持っています。眠くなるのがマシです。面白い。そう、正解。みんな声でわかんねんな、意外と。意外とわかるんやな。ちひさんが言っちゃいました。今日はこのリングと。もう一人、もう一人かわいい迷っている女の子がいます。誰でしょう。さまよっています。ふわふわヒント、いつもふわふわしてる。踊ってる。おもろい。誰でしょうか。ふわふわして踊ってます。笑ってます。今難しい。ゆうかちゃん、ゆうかたんってみんな、ゆうかちゃん。正解。なんでよかった、すごい一発やったね今。みんなゆうかちゃん、ゆうかちゃん。面白い、はあ、面白いわ。ゆうかちゃん、お、ゆうかちゃんのアイコンの方おる。ゆうかちゃん。あるね、大正解、すごい。
みんなすごいな。正解。ふわふわのヒントが分かりやすい。そうなんや。ロッキーのふわふわはゆうかちゃん。確かに。ほんやって。みんな大正解。面白いわ。ヒント上手。嘘やん、全然言ってへんくない。具体的なこと。彼はピロピロで通じるな。そうやねん、通じてまうねん。まあいいことですね。お、明日よろしく。ロッキーから回ってきそうやね。あ、そうなんかな。次誰なんかな。ね、誰なんやろな。今日もまつげバッチリ、こんな感じです。お、高木くんから、こんばんちゃーん、こんばんちゃーん。声が特徴的やからな、カレン。次はレナタ。次レナタ。レナタ今おらん。残念でした。涙袋のキラキラ、どこのやつ可愛い。嘘、今日あんまキラキラしてへんくない。ここライトないから。これあれやで、今日はあかりんさんのやつ塗ったの。ミルキーウェイ、ミルキーウェイ、シルキーウェイ、どっちやったっけです。白いやつ。ピロピロの子だ。そうやで、ピロピロやで、ピロピロさんやで。ああ、次レナタ、そういうことな。ごめん、ここにおるのがって話だと思った。なるほどね、明日よろしくの話か。そうだ、え、そういうところまで行ってんねや。すごい、知らん間に。見て、今日もこっちさ、めっちゃ偉いさ、取れんねんけど。おこカレンタン、おこよカレンタン、久しぶりに見れて嬉しい。ほんま結構ツイートとか更新してるけど、TikTok とかこうお話しするってなるとね、配信で。めっちゃ久しぶり。え、ちょっとショールームさ、なんか最初のね配信するところさ、めっちゃさなんか変わっててさ、テンパった。さっき、お、八分押しまし使えまして、使えるで。みんな来て、麦わら帽子さん来てね。こんにちは、こんにちは。最近までサボってますが、もうサボらんとって頼ます。みんないっぱいしてな。さっきした時さ、彼推しの方おらんかって、うん、悲しかった。さっきお昼ご飯食べながらしてて、おらへんかった。悲しい。ウィンク、はい、しました。八部行くで。ほんま、あ、わかる。ほのかちゃん、ほのかちゃんってあれですよね。また思い出すで。あみるんさんと、ひななんちゃんと、あと誰だったっけな。今めっちゃ思い出してるから待ってな。あーのんさんと推しだよね。あともう一人七期生いたけど忘れちゃった。誰やったっけな。あ、みゆちゃんかな。見たで、さっき、さっきツイッター見たもん。そう、今日行くよって言ってくださってる方とか、また教えてや。今日も今日とて推しが可愛い。ありがとうございます。私じゃなかった時よな。カレンダーありますように。今日あの主役はこの私。はい、冒険だ、冒険だ、毎日が冒険だ。お仕事休憩になったから会いに来たよ。やっほー、元気ですか。またお仕事の合間にオンラインお話会来てね。さっきついで打ち込みしたよ。ありがとう、めっちゃいっぱい嬉しい。すいません、アニマルファームに捕まって麻雀できない。こらー。楽しい、楽しむのはいいことですよ。でもいいことやけど、彼のこと忘れたらあかんで。
勉強頑張れ。いつかニャンスピロになることを願う。スタヤのパネル展行ったらしいね。そう行ったで。そう LINE でスーちゃんに送った、行った日写真は。マシ君のチェーン可愛かった。この場面に書いたやつ、これね。カレンちゃんヤッホーヤッホーイ、イマチンまた来てね。みんなまた来てな、オンラインお話し会来てほしいよ。ピロちゃん、ピロちゃん、みんな来てほしいな。マジ進めていくねって、めっちゃ進めて、ヤスビルに帰るわ。好き。そういえば、そういえば、そういえばがたまにじゃ、そういればに聞こえる。ないないか。明日行くよ。あ、待ってる、ありがとう。カレンタワーも場面いっぱい送るの、いっぱい送る時もある。ちょっと時と場合によるかな。ヘアピンかわいい、こんなキロロロロン。明日行くよって待ってます。そういれば、え、聞こえへん、たまに聞こえんねんカレン。この間のこうやって作ったカレンダーちゃん見つけてくれてありがとう。見てますよ、見てますよ、めっちゃ嬉しいので見てますよ。みんなまた作ってほしいしさ、あの生誕の時とかにさ、可愛いイラスト作ってくれるじゃないですか。ああいうのめっちゃ好き。また可愛いイラストレーターの方、可愛くカレンを描いてください。あれ可愛いとめっちゃテンション上がる。今日も可愛いって嬉しい、ありがとう。もうめたくさんありがとう。めっちゃご飯ばっか送ったかも。明日が2020年最後のお話し会。嘘やん、いっぱい話そう。もう言うことめっちゃまとめたいねくださいね。何してんの。おせんべいかと思ったらスポンジやん。おいしい、かまっちゃ。ソーシャルディスタンスブロック、わーん。何喋ってたの。悪口です。嘘ぴょーん。そう言わないですよね、いいし。ねえ、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 あの方は、うん、なんて言ってはる、あ、出た、見ない、言っちゃったな。もう言う前から出てた。言った、うん、言う前から出てた。ねえ、みんな早いね、察知するのが、さすが。それな、怖っ。いいことや。あ、遅れてしまったけど、これだ、やっほー。大丈夫です、間に合います。ハロッチー、ハロッチー、ハロッチー。カレンタも二十歳？まだです。まだいつ？3月生まれなんです。成人おめでとう。まだやけど。おめでとう。ありがとうございます。来年、来年、うん、来年待ってますね。あ、そうかな。もう絶対内容ないやん。それは、うん、無理やり成人にさせられたの。びっくりしたわ、急に成人になった。やばいやばい。それがみっちゃんなのだ。らしです。あ、わやも3月。うそ、一緒。3月イエーイ。50カレント、ありがとう。カレンタンと未来のコンビ名覚えてる？何でした？森尾高高、何だっけ。絶対嫌や、可愛くない。可愛くないの。絶対嫌。アナージアナージ、面白い。ささささ最高やもんな、誕生日。そう、315、最高。すげえ。最高、最高の日に生まれた最高の原カレンです。どうも。
来年で二十歳やね。そうそうやねん。そうなの、もう二十歳なの。二十歳ってさ、もっと大人やと思ったらほんまにさ大人じゃないよね。自分がなって気づく、高校生ってめっちゃ大人やと思ってたけど意外とそうでもなかったし、二十歳になるって思ったらもう恐怖、ワクワクブルブル。え、やばいよね。何飲んでるの？コーラ。かわいい。コーラなの。コーラなのよね。これでねーね。すーちゃんとことさんも最近二十歳になったね。そうそうそう、れいこさんもね二十歳なの。彼の時まだ二十歳になってないかな。そう、来年はねその4人でですよね。成人式あるかな、心配。カレンタンコーラ飲むんかい。飲むで、あのゼロの方しかも。さすがさすがではない違う、ゼロとコーラの違いは。ゼロの方が甘いらしいですよ。あー、うん、飲んでみようじゃ。お前太らへんのそれって。いい、分からへん。うん、気持ちの問題かもしれない。お母さんね。熱いよね。お、好き？おしめん？あ、でも観客入れんね。あ、そうなんかな。それは嫌やな。寂しいな。二十歳メンバー強、うぞ強い。戦っていきましょう。そうなの、そうなの。みんな今何時？12分で。そうなので、そろそろランキング読みたいと思います。インスタライブに行くわ今から。よし、ランキングを読むぞ。第13位スカイさん、ありがとう。第12位アミリーちゃん、ありがとう。第11位コチーってありがとう。第10位ケイタン、ありがとう。第9位ピロピロヒロシタン、ありがとう。第8位クマかっこだし太郎、クマ太郎、ありがとう。第7位ベリマユさん、ありがとう。第6位カジトモ、ありがとう。第5位トヨタン、ありがとう。第4位グロブタさん、ブヒーありがとう。第3位ひでまるたん、銅メダル。第2位かりんちゃん、銀メダル。どうしよう。第1位はピロミール高木くん。高木くん、タワーもありがとう。タワーもらったわ。タワー、わ風船タワーもらった、ありがとうございます。1位高木くん、ありがとう。いいですね、いいですね、湧いております。ピロピロピーちゃん大好き。危ない危ない、椅子から落ちそうになった。ピロッティ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 。ナミミの声か、すごい、めっちゃわかるやん。そうやで、クーちゃん今日ピンクとピンクらしいわ。いいじゃん。イエーイ。よし、ほんじゃインスタライブに行きます。またねー、みんなありがとう。バイバイ。第8部来てね。よう。よちゃごめんごめん。結構よう。よう。おいに。おいよ。いいよ。ありがとう。ごめんなさい。バイバイ。ファンの方ごめんなさい。反省してやるわ。ごめんなさい。許してあげてねみんな。バイバイ。バイバイ。皆さんバイバイ。良いお年を。バイバイ。良いお年。